軽くつけたらほぼ完成です。こんにちは、大阪のトランクで働いている千秋です。今日は、木戸寿さんのカードアイロンを使ってターバンアレンジをやっていきたいと思います。では始めていきます。顔周りのくる毛を残して後ろでざっくりと結んでいくんですけど、大体このぐらいで結びます。で、次に程よく引き出して、で、ここでターバンをかぶっていきます。で、ターバンをかぶったらまた少し引き出して、合わせ鏡も見ながらちゃんと髪の毛が綺麗に引き出せてるかも確認します。簡単なお団子を作っていきたいと思います。まず後ろで1回結んだところをもう1回結んで、最後ちっちゃいお団子を作ります。で、このお団子の中の方から少し引き出していきます。で、この毛先はこの周りをくるくるとねじりながら少し引き出しながら止めます。で、この時に顔周りも一緒に巻いていきます。今回は割とゆるっとした感じで巻いていきます。こんな感じで巻いたら、さっき留めた毛先のこの先もちょっとはねさせるように巻きます。で、あとはワックスまたはバームを軽くつけたらほぼ完成です。はい、こんな感じで完成しました。今回アレンジ自体はすごい簡単なんですけど、ターバンをこの秋冬とかにつける方は増えてくると思うんですけど、ターバンをつける時のコツとして、やっぱりターバンって上に上がってきやすいので、こういう簡単にまとめたお団子の下にターバンをつけてあげるとしっかりと固定してくれて一日持ってくれるので、おすすめです。すごい簡単なのでぜひ試してみてください。ありがとうございました。